なっちゃったから面白みはちょっとないかもしれないけど、まあなんかそこそこ下手でそこそこうまい絵も描きますよ。むしろ描いたやつ当てる？あ、そうしようかな。じゃあ今から私が料理を描くので、何かの料理を描くので当ててください。皆さんいいですか？当ててください。当ててください。料理ですよ。ヒントは料理。だからね、料理なんかこんな感じかな。じゃあ行きます。どん、これは何でしょうか？当ててください。皆さん頑張って当ててください。これ何でしょうか？シンキングタイムスタートですよ。知らんがなって書かれた。青もなって元も子もない。当ててください。どうですか？キンパ？どうやって？アリの巣じゃん。食べ物、料理。当ててください。皆さんで頑張って。キウイじゃない。タピオカミルクティー、もはや料理ではない。え、待って、当たってる人いるんだけど。え、すごい、当たってる人いますよ。じゃあ当たったらお名前書きますね。さあ、5、4、3、2、1。じゃあ今から当選してた方のあのお名前を書いていきたいと思います。いや、すごいね。やっぱだから人に伝われば書けるんだな、私。うん、すごいわ。おたまじゃくしじゃないですよ。当たった方のお名前を今から書いていきます。あと、では正解を発表しようと思います。せーの、ドン。当選した方はこの2人です。聖子さんとさくらちゃん。ということで、何を書いたかっていうと、親子丼なんですね。今私が一番食べたいなって思ったものを書こうと思って、親子丼を書きました。あの点々は米粒です。米粒、丼に米粒点々点して、あと鶏肉と玉ねぎと卵書きました。2人にも伝わってたってことは、やっぱ人に伝わる絵は描ける。それが少数派なだけで、伝わる人数が少数派なだけで、人に伝わる絵は描ける。しっかりやっぱできるな。やればできるわ。いい感じ。親子丼にはどうやっても見えんとか書いて。こんばんは、ティーちゃん、こんばんは。2人も撮ってる。嘘だ。ええとか書かれてるんだけど。わかった？すごいね。食べたいものなのに玉ねぎ入ってるってこと。え、親子丼だから玉ねぎ入れといた方がいいかなって思って。ナタテココ？どうやったらナタテココに見えますか？じゃあ今
どうしようかな。何がいいですか？何がいいかな。今何にしようかな。何がいいかな。じゃあ私の嫌いな食べ物をここに書きます。料理、嫌いな料理をここに書きます。では皆さん当ててください。嫌いな料理を当ててくださいね、しっかりちょっと待ってくださいね。何がいいかな。当たったらお名前書きます。何がいいかな。嫌いな料理いっぱいあるからな。あれにしよう。来日3日目ですかとか書いて、なわけないじゃないですか。私の嫌いな料理を書いてます。これはね、小学生の頃初めて食べてね、本当に嫌いになりました。私の嫌いな料理を書きます。今から大嫌いな料理。おでんの大根苦手わかるっすよ。私も嫌い。ご飯覚醒とかわかるし。絶対わかるかな。でん。いきます。じゃ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 ん。私の嫌いな料理を当ててみてください。はい、じゃあ30秒ぐらいシンキングタイム与えますね。シンキングタイムスタート。でで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 、当たったらもう、当たった人が出てきたらもう終了にするから、あれしてくださいね。ちくわごはん違います。アリの巣じゃないですよ。アリの巣じゃないですよ。あと10秒にしよう。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。今回はね、当たった人はいませんでした。ということで、私のこの嫌いな料理の正解の発表をしたいと思います。正解はドルル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 ル一生大嫌いなのが七草がゆなんですね。本当に大嫌いです。ちなみに岡山嫌いわかるかとか書かれてる。めっちゃわからんわとか書かれてる。平沢に岡山の、あ、なんかここに2個丸があるじゃないですか。なんかこれであのちょっと深いお皿ですよっていうのを表現しました無理とか書かれてるこれは七草がゆの上に乗ってるネギとか、その七草の七草で、このちょいちょいあるなみなみが卵、これ七草、これこれこれ私の七草がゆ、大嫌いな七草がゆでございました。さすがにね、これは無理だったか。七草がゆ嫌いなんですね、私は。ちくわじゃないの、七草がゆに謝れとか書かれてんだけどね。
七草がゆ謝るの。七草がゆ美味しくないんですもん。七草がゆは本当に嫌いです。私はあれを食べるなら 4日間あれ出すか、ご飯食べるなか言われたらご飯食べないことを選択します。どんだけお腹減っても死ぬ間際までは絶対食べないってくらい嫌い。伊豆市という寿司屋で食う、ちくわにしか見えない。ピザ？ピザに見えましたか。ちなみに私生魚も嫌いだから押し寿司とかも嫌いなんです。なんか押し寿司書きますね。あ、言っちゃった。言っちゃった押し寿司、押し寿司を書きます。じゃん。箱書くのよって、なんで分かったんですか今箱書いてんの、すごっ。よし